どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらついにパティの代用がやってまいりましたということで、今日はねアウズンブラサブで使っていこうと思います。はい、このキャラですね、バインドスキブ3つ封印に22ターン変身で5ターン強化ドロップ 50% 目覚めに5ターン3コンボ加算に変身って感じです。2ターンヘイストはないので、まあさすがにパティほど完璧なねキャラではありませんが、まあ、それでも今回の編成では問題なく運用ができます。はい、で変身後ですね、こんな感じ、バインド封印10強2つ無効化にチーム HP 4つ持ちです。まあ、火力がねちょっと出せるのがパティとの違いで、あとはチーム HP 4つ持ちのおかげで、パティの HP をとにかく持ってくれます。はい、自身の HP とかねパティに比べると少し低いんですが、まあ代用としてはもう十分ですので、強調ダンジョンとかだったら普通に運用できます。さすがにね3月ケースはレベル15とかになってくるとパティに比べると少し弱くなってしまうんですが、普通に強調チャレンジとかだったらね全然火力としては、間違えた、 HP タンクとしては十分活躍してくれます。はい、でスキルが6ターンで2ターン回復とサブの攻撃力が2倍、2ターンダブル吸収無効が6ターンスキルです。はい、でウルトナにおいてはサブエンハンス要因としてもちろん活躍しつつ、ダブル吸収無効でも強いですし、ロイヤルにおいては回復弱化対策とかにも使えるので、かなりスキルとしては強い部類に入ると思います。まあ、という感じのアウズンブラですね。今日はこちらのダブル吸収無効枠をねパティの代用として実際に使っていこうと思います。編成こんな感じです。はい、今日使う編成こちらです。リーダーウルトナです。遅延2つリーダーチェンに、こちらショーテル武器継承ですね。はい、軽く出していきましょう。ニューガンダム冬に遅延2つに消せない回復潜在、そしてヒカリン武器継承です。はい、からのデイトナ2ウェイに遅延2つに赤間キラー2突昨夜武器継承です。でアウズンブラ遅延3つにこちらラクシーヌ継承ですね。はい、暗闇雲耐性です。フランキー、スキブ、遅延2つ、お邪魔目覚め、耐性、ドフラミンゴ武器、継承、ラストフレンドウルトナです。遅延4つ、バランスキラー2つに、ショーテル継承って感じになっております。今回はね、こちらのウルトナ編成にアウズンブラを入れて、ダブル吸収無効枠でパティの代用として活躍してもらおうと思います。実際に今回こちらの編成を使って、強調ですね、やっていこうと思います。実際に遊んでいきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。とりあえずデイトナ変身していきます。あ、とりあえずウルトナダブル変身していきましょう。あ、いいわ。ウルトナ打って、デイトナ打って、アウズンブラ変身。で、ウルトナダブル変身。からのドフラミンゴ。からのヒカリン。リーダーウルトナ変身。突破していきます。こんな感じですね。とりあえずこれで13項目で殴っていきましょう。でも HP 見てもらって分かると思うんだけど、230万確保できてるんだよね。だからこれも完全にアウズンブラのおかげ。パティ入れた編成もね、やっぱり HP 漏れることが多いと思うんだけど、アウズンブラ入れておくとこんな感じで HP かなり盛りやすいです。今回武器にね、チーム HP 強化、ドフラミンゴだけかな。にもかかわらずこの HP 持ってくれてるのは、もう本当にアウズンブラのおかげ。てかアウズンブラが強い。めちゃめちゃ強い。あとフランキーも声がかっこいい。このまま倒していきましょう。そうだからね、アウズンブラはねパティ代用としてはね引ければ超強いんで、パティ難民の人は、まあ、パティ狙う、パティ復刻待つのが一番本当は早いんですけどね、まあ、十分引きに行く価値はあるのかなと思います。はい、もっと受けるとすごい強い部類に入ると思う。3階層です。ここはデイトナ、アウズンブラ、ウルトナ打って倒していきましょう。はい、デイトナ打ちます。アウズンブラ打ちます。からのウルトナ打ちます。で地味にこのサブエンハンスが結構強くて、サブエンハンス要因としても使えます。はい、サブエンハンスすごい一緒だと思うんだよね。これでサブの火力しっかり上げれるんで、デイトナとかニューガンダムですね、火力欲しいキャラたちもしっかり火力出してくれます。これサブ全カンストでしょ、どうせあの左側2体は、あ、まあ、ほぼカンストだから強いのよ。これアウズンブラがいるとすごく強いです。はい、で4階層、ここは4つ消しで消せない回復していきます。はい、光の4消しで消せない回復していきましょう。ウルトナ落ちます。こんな感じ、光の4消し組んであげて、これで消せない回復からの14項目組んで突破していきます。 OK、 ダブル吸収無効を利用してあげて倒していきましょう。さあ続きまして5階層です。5階層を2パンしていきます。ウルトナ打ちましょう。もうアウズンブラだいぶ褒めたんだけどさ、実際褒める価値のあるキャラなんだけどさ、結構 HP タンクだから、何なんていうの、
見せ場は少ないんだよな。こうパーティーを根本的に支えるタイプのキャラだから、アウズンブラすごい見せ場少なくて難しいんだよね。このキャラ紹介するのが HP 持ってくれてる部分でも大活躍してくれてるんだけど、逆に言えばそこがメインだからね、こう火力要因とかではないから難しいんだよな。でここもしっかりと 2way 組みながら倒していきましょう。13コンボです。そうだからね、このアウゼンブラのおかげでこのねバルキリーの半分時攻撃とかも余裕を持って耐えれるのでめちゃめちゃ強いです。はい、で6階層です。ウルフデイトナとニューガンダム打ってあげて倒していきましょう。はい、ここまずウルトナ打ってニューガンダム打って1ターンだけ1コンボ組みます。まあ、突撃しましょう、せっかくなんで。はい、こんな感じで 1C 組んであげて、待って倒さないでね、耐えてね、頑張って耐えてね、いっぱい組んじゃったけど耐えてね。おいワンパンしちゃうとね、あの闇が来た時ちょっとまずいんで注意です。あ、まあこっちは大丈夫、全然。ここはジャッカドロップ消しで1コンボ組んでいきます。はい、ここもジャッカドロップ消して1コンボ組んでいきます。ジャッカドロップ消して1コンボ、でここで3色消さずに根性まで削っていきます。で普通に3色消さずにって難しいけどね。こうじゃない？どうよこれで。ああ倒します、倒します。さあ続きまして8階層。あ、でも HP めっちゃ高いね本当に。なんかこことかも普通に耐えれます。はい、前先生あったっけ。はい、普通に耐えれますね、強い。これ強いんですよ本当に。 H コンボ組みます。はい、こんな感じで回復してくれるんで、こういうところもめっちゃ優秀で、デイトナ打ってウルトナ打ってニューガンダム打って倒していきましょう。はい、でここもしっかりと 2way 組んであげてワンパンしていきます。てかさ、協調チャレンジ終わっちゃったんだよね、めっちゃ悲しい。普通にあの協調チャレンジあるとさ、タイマー表記できたからさ、何分ぐらいかっていうのすごい分かりやすくてみんなにも伝わりやすかったと思うんだけど、あれなくなっちゃったせいでタイムがねみんなに見せれなくなっちゃったんだよね、めちゃ悲しい。でここ4消しで消せない回復しながら倒していきます。光消せないの場合だけ3ターン待ちです。光消せないの場合だけ3ターン待ちっていうかさ、3ターン待てば絶対に倒せるのが強いよね。おい、火の杖見せてないか。でもワンパーンゴミみたいなパズルしてもワンパン強すぎマジで。あとお邪魔目覚め耐性もあるんでね、ここで超高火力の遠征を食らうこともありません。 C で待ちます。ここでアウズンブラ打ってあげてウルトナ打ってあげて倒していきましょう。このサブエンハンスのおかげで確実に倒せるのもめっちゃ強いよな。これくらいバケモン高くなるからね、サブエンハンス。でここはしっかり10コンボだけ組みます。はい、11コンボです。ここはもうアウズンブラのダブル吸収無効かつサブエンハンスを利用してしっかりワンパンです。確実に押し切れるのがめちゃめちゃ偉い。でかつダブル吸収無効持ちのキャラなんで、このまま11階層も継続突破可能です。ウルトナ打って殴っていきましょう。ウルトナからのニューガンダム、はい、これでしっかりと 2way 組んでワンパンしていきます。火属性吸収、光属性吸収があろうがこのままワンパン可能です。これで倒していきましょう、これで倒していきましょう。今日滑舌が悪いんだけど、寝不足だから許せ。12階層です。ここも継続ワンパンです。
まあさ、俺のカツカカカ俺のまあね、その俺が悪くてもね、アウズンブラが強いからいいんだよ。あのさ、本当に滑舌が悪い日ってさ、滑舌って言えないよね、マジで。わかる？言えないよな。皆さんもぜひ今画面の前で言ってみてください。滑舌って言ってみてください体調が悪い人は滑舌って言えないと思います。はい、倒していこう。ちょっと待って、やだ、やめよう、このくだり。13層はデートナウって倒していきます。これワンパンっすよ、こんな。デートナからのウルトナウってあげて確定ワンパンね。まあ最強ですから、こいつらが。ほら、これはデートナ最強時代なんで、このままぶん殴っていきましょう。デートナの3ターン無効貫通スキルをありがたく感謝しながら利用してワンパンしていきます。普通に強すぎだろこの編成、マジで。もうボスなんだけどねえ、ウルトナにさ、アウズンブレ入れてさ、 HP 持って弱いわけないわな、普通にな。超強いわ。はい、ここもウルトナ打ってワンパンしていきましょう。場面6個も組むだけです。簡単、楽勝。はい、もうこれで OK ですね。場面7コンボ組んであげて15コンボで突破していきましょう。ナイス。さあ、これで倒しです。で、続きましてボス2段階目、デートナ使いつつ2パンしてあげてください。まず一発目はウルトナ打ってあげて普通に殴ります。はい、ウルトナ打ちましょうで、殴っていきます。これでこんな感じで火光水の 2way 組んであげて、ウルトナ使ってない方の火力で削ります。サブの火力も入るからこんな感じで確実に殴ってくれます。でからのウルトナとデイトナを打ってあげて殴っていきましょう。テンションあるけど大丈夫でしょう。はい、こんな感じで、あ、水の 2way ミスっちゃったけど、まあいいでしょう。光の 2way 含んで15コンボ。さあ、これで殴っていきます。てか2パンじゃない、普通に。はい、2パンしていきましょう。突破。さあ、続きましてボス3段階目です。ここは2発ぐらいまず軽く殴ってあげて 10% 程度削ります。はい、でその後デイトナ打って殴っていくイメージだね。まずウルトナ打ちましょう。なくてもいいか、これユガンダム打って殴ります。こんな感じで平積みしていきましょう。まずは12コンボです。13、これで軽く削っていきましょう。で同じくウルトナ打って削っていきます。はい、はい、これでしっかりとウルトナ打ってあげて自動回復含みながら13、14、これで殴りです。 OK、 いいね。じゃあここはウルトナ打ってデイトナ打って殴っていきましょう。これでしっかりと光とか水とかの 2way 含みまくった13コンボ組んで、これで半分を狙って殴っていきます。まあ半分まで削れれば OK ですし、削れなかった場合はまた殴ってあげれば OK です。でもこれで半分まで持っていって、ルーレット見てなかったけど、アウズンブラー、アウズン、 This is アウズン、アウズンブラーのおかげでなんとかなっちゃった。強すぎ。マジでアウズンブラー強すぎなんだが、おい、こいつチートか、やべえぞ、ガチ強えぞ。こいつのルーレット発狂プラス半分発狂受けきれるのはアウズンブラ強すぎじゃね。あ、ちなみにルーレット残り2の時はね、あんまり殴らない方がいいです。まあでもアウズンブラ耐えれるからいいけどね、別に。これね、まあ、こんな感じで一発殴っておいてあげて、ちょ、危ない、気抜いてた、見えなかった。一発まあこんな感じで殴っておいてあげて、さあ行くよ。
これで次ドフラミンゴも楽しんでもたまるんで最強が訪れます。この編成にもう全部たまるじゃん。じゃあまずはデータナ打ちましょう。データナ打ってからのウルトナからのニューガンダム、ドロキョウ、そしてラクシノでリダフレに7倍エンハンスからのドフラミンゴを打って3ターンヘイスト、そしてこれでウルトナをもう一発打ちます終わりです。さあ倒していきましょう。ということでちょっと待って、 OK かな、これは大丈夫でしょう。さあということで今回はですねアウズンブラを使ってウルトナ編成で強調チャレンジを攻略する動画でした。マジでアウズンブラの HP 盛りの安定感やべえしめちゃめちゃ強いです。まあぜひ組める人はね使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。あ一応タイムねちょっとボスグダっちゃったからさすがに、あでもグダそんなグダってないか別に、あ早いですね十分。アウズンブラがねめちゃめちゃ強いんでパティ持ってない人はよかったら代用で使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。